はいどうも、ご視聴ありがとうございます。ハム太郎でございます。というわけでね、しぶきやってまいりましたね。やっていきましょう。こういうのもね、チリも積もれば山となる。私がちょろっとやったけども少しは参考になると思うんで、参考じゃないかプラスか。でこのクエストさっき見たら魔法陣がね出るみたいなんで、魔法陣キャラ連れていきましょう。いいんですよ、もちろん魔法陣キャラなんですけど、そりゃあ私が一応動画撮るっつったらね、まあ一応ね、五右衛門使わなくっちゃ。というわけで五右衛門艦隊でやっていきましょう。五右衛門もね、まあまだ重心化しないと思うけど、早く重心化してほしいね。できればもちろんこの神化ベース回復 M で、まあとりあえず友情強化、もう一声強化してもらって、今でも強いけど、まあ、やっていきましょう。花かな？花。なんだ？花の反撃モードからの攻撃力アップをもらってっていう、パターン？あ、防御ダウンなんだ。はいはいはい。ってことは、とりあえずこう、防御ダウンさせた後、友情触れるようになんないして、ガリ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 削って感じですね。ちょっとめんどくさいよね。この天使は何だったの？天使の効果がちょっとまだ分かんないですけど、まあ、ステージ1突破かな。防御ダウンさせてあげればもうガリガリダメージ入るみたいなんで、まあ、魔法陣あってもなくて、まあ、あった方がもちろん楽なんですけど、魔法陣キャラなら何でもいいんじゃないかな。おお、バステトだ。バステト可愛いよね。私はすごく好きです。硬いな。そう、あのね、石川五右衛門の悪いところはね、麻痺がね、いい時悪い時があるんで、まあ、それはしょうがないんですけどね。防御ダウンさせてあげれば一応天使はぬるいですね。天使ぬるいんですけど、倒しても今のところメリットがないのかな？何かしらのメリットあるのかな？全部処理した。けど、特に何もないから、単純にあれか。いると動きが制限されますよ、ぐらいの。そんな存在かもしれないですね。で、花なんですけど、一回叩くと透過するみたいなんで、例えば私のこの、石川五右衛門みたいなね、ロックオンして攻撃するタイプの友情コンボを連れてくる場合は、先に投下させてから触れた方がより良いんじゃないでしょうかね。蘇生がいる。これ無視できないかな。右側に五右衛門たくさん置いてあげればそれだけで終わる気がするけど、こういう感じでもう次 4P も縦勘。回復がかかんなければそのまま行くんですけど、回復かかんないね。いや、強えな。やっぱ五右衛門まだまだ現役だわ。しぶきちゃん。そう、しぶきちゃんはね、あれと相性がいいんですよね。わー、マジか。そういうことしてくんのね。しぶきちゃんは、神化じゃない、ムーンアルファ。ムーンアルファ重心化と相性がいいんですけど、まあ私はムーンアルファ当たんなかったんで、まあ、運極にするかどうかちょっと迷ってますけど、まあ結局すると思うんだけどね。そう、激球はなるだけ運極にしようとしてるんで、あそこ魔法陣あるんだ。まあ、一ターン目逆に言えばこれあんまりできることがない。中ないけど、場所取りぐらいしかできそうにないんで、一ターン目はそんなに頑張らなくてもいいんじゃないかな。二ターン目以降、友情で反撃モード発動。で、防御ダウンはね、素早いですね。攻撃した瞬間にはもう防御ダウンちゃんと打ってくれてるんで、時間差なしでね、ガンガン攻めていけるかと思います。そう。配置はいい感じだね。これも横間祭りでしょ。なんだ、このクエスト今のところ特に怖いことが一切起きてないけど。やっぱあれか、魔法陣、ちょっと痛い。でもちょっとなんだよね。魔法陣非対応のキャラでやると結構めんどくさそうですけど、最近だとね、本当に降臨キャラも含めて魔法陣いっぱいいるんで、そんな怖くないんじゃないかな、このクエスト。
いいね、友情散髪入るとでかい。でここからね SS 使っていくんですけど、石川五右衛門の SS の強いところはこの透過する敵に対しても、スピードアップの効果をねちゃんとつけられるというところですね。こういう感じで打ってあげると花にね当たった後透過してもらう上にさらにスピードアップするっていう素晴らしい状態にできるん で、石川五右衛門あれか、普通に適正度高いんじゃないか。ここはてっきり最近のキャラがなんか土適正来ると思ったんですけど、そんなこともなさそうですね。マジ五右衛門強い。いや、こういうことですね。その後邪魔にもならないと。あ、透過してないんか、これ。すいません、透過してるもんだと思ってました。なんだ、透過してないのか。倒し、きれい。あー、倒しきれなかった。もうちょっと弱点当たってればね。おっと間違えた。見てるだけじゃなくて、あなたも一緒に踊りましょうよ。うん、いいと思う。でこの子進化がアジンの、神化がマジンなんで、まあアジンキラー連れてくるのもいいのかな。貴族性のアジンキラー、まあ、パッと出てこないけど、魔法陣しか出ないからね、あれはギミックはそんなに難しくはない感じがします。まあ、石川五右衛門っていうね、強キャラにしかもミリ強化もされてる状態なんで、あんまり参考にならなかったかもしれないですけど、やった体感で言えばやっぱ難易度はそんなに高くない。まあ、最近の激気だなって感じですね。ちょっと若干ちょっと物足りなさを感じつつも。お、追加で花が来た。あと2手ぐらいかな。いいとこで。投下しないんだよね。動かすると思ってたからな。そう、投下しないんであれば、フレアとかは引っ張られちゃうんで、上に配置してあげるなり、そういう友情コンボを連れてこないなりした方が、良さげかな。あ、あと2手って言ったのに決まんなかった。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。激究極しぶきやってみましたが、まあまあまあ、最近の難易度って感じですね。運枠はアンチ魔法陣持ってれば何でもいいんじゃないかな。若干水属性攻撃が多かった気がしますが、そんなびっくりするほどでもなかったので、うん、何でもいいんじゃないかな。はい。というわけで最後にね、しぶきのスペック見て終わろうと思います。しぶきね、そう、純がそもそもそんなに私の好みのキャラクターじゃないんで、ね、運極どうしようかな、これ。このクエストってそもそもですね、オーブ5個じゃないってことは、今後もずっと出続けるクエストってことですよね。え、どうなんだろう、期間限定なのかな。期間限定だったら作っといた方がいいかな。そう、ムーアルファとのコンビ次第ですよね。ムーアルファとは激死とかも全部合ってないんですけど、その毒をまいてくれるプラスマインスイーパーっていうね、かぶり点があるんで、激死一緒か。激死は一緒かな。お、ドラゴンキラー、ロボットキラー L を持ってるオーランチ。一昔前のガチャゲンやな。しぶき強いかも。今すげえ進化の方に惹かれましたね。あ、激死一緒ですね。マイスイエムとアンチウィンドなんでアビリティ被ってるんですけど、まあ、ムーは神かな、なんだっけな、あれ。まあ、とにかく魔人ではなかった気がする。なんで、で、砲撃とパワーなんで、激死の鍵だけ被るんで、まあ、小町と、おつみたいな、おつこまコンビほどではないですけども、まあまあまあでも使えるんじゃないかなと思います。はい。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。よろしければ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。これが一番可愛いよね。やっぱり。じゃあ、バイバイ。